お元気ですか、ボクシミです。今回は 2023BBM ベースボールカードフュージョン、開封動画3回目でございます。皆様にね、一つね、ここでご報告がございます。私もね、最近ですね、目があんまり良くないことと、ちょっと喋り方にも、滑舌があまり良くないので、このね、カードを持ってですね、説明の方をね、終わりたいと思います。で、シリとか、キラカードのみね、説明いたしますのでね、どうか、このことはご了承ください。それではね、早速やっていきたいと思います。はい、それでは前編の8パックやっていきたいと思います。それではね、1パック目でございます。なおね、ノーマルカードの方はね、説明を割愛させていただきます。ご了承ください。で、こちらね、工藤公康投手の、200シリーズでございます。はい、元ね、ソフトバンクホークスの監督でもなさいました。で、こちらね、タイトルホルダーカードでございます。3人選ばれております。2パック目でございます。で、こちらですね、中村武也内野手のですね、これは2000試合出場した時のね、カードでございます。で、タイトルカードでございますね、今永投手でございます。3袋目でございます。で、これヤクルトの八重樫幸雄捕手のカードでございます。4袋目でございます。で、地球式カードでございます。声優の駒形ゆりさんのね、カードでございます。で、タイトルカードですね、中野内野手と牧内野手のカードでございます。5袋目でございます。で、こちらが、柳田悠岐外野手の、250本塁打達成した時のカードでございます。で、こちらですね、最高出塁率の上げた時のね、タイトルカードでございます。近藤健介選手でございます。6袋目でございます。
して、女優の松本若菜さんの始球式カードでございます。岡本和真内野手の200本塁打達成した時のカードでございます。で、東投手の、これはタイトルカードでございます。7袋目でございます。で、こちらね、山本由伸の最優秀防御率を上げた時のタイトルカードでございます。で、始球式カードなんですが、こちらですね、MLB48 の川上千尋さんの、50シリカードでございます、ね、こういう風に、浮き上がる、ね、形となっております。で、途中ですね、ちょっとね、ぼやけてるところがございますが、ご了承ください。で、阪神タイガースの岩崎卓投手最多セーブの時の、タイトルカードでございます。最後はね、8袋目でございます。で、空手家の角田信明さんの、始球式カードでございます。で、盗塁術の、周東内野手と小深田内野手ですねのタイトルカードでございます。はい、以上でございます。以上で 2023BBM ベースボールカードフュージョン3箱目の前編を終わりたいと思います。で、その後ですね、後編の、7パックやっていきたいと思いますので、ね、興味のある方はぜひご覧ください。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。